こんにちは、カジムです。皆さん、ある文字をですね、他の文字に置き換えたいなってことないでしょうか。例えばですね、カンマを、まあ、ハイフに置き換えたいみたいなイメージですね。はい。で、一箇所だけだったら直接手で変えても問題ないんですけど、まあ、複数あるとちょっと手間かなと思います。そこでですね、初心者の皆さんには、二つのリプレイス関数とサブスティチュート関数というものを覚えてもらおうかなと思います。今回はですね、先輩にブーメランかまそうゲームで、覚えていきましょうということでですね、偉そうに講釈垂れてる先輩にはブーメランを食らわしてやろうということで、早速ゲームに行きたいと思います。はい、では早速ゲームをやっていきたいと思います。先輩に特大ブーメランをかまそうということで、問いを2つ準備しております。1つ目はですね、飲みの席で、先輩と後輩が会話しているところから、2つ目はですね、先輩が講釈垂れているところから質問が出てます。はい、では早速第1問、まずはですね、先輩と後輩の飲みの席での会話をちょっと覗いてみましょうか。はい、先輩がですね、だって俺はそれ5年やってきたんだぜと。いやー、先輩すごいです。しかも一人でよ。周りのフォローなしで。いやー、先輩すごいです。ということでですね、何やら先輩の小自慢を聞かされているようですね。はい。まあね、すごいと踊ってることしかできない後輩がちょっと、なんともかわいそうなんですが、ここで問1ですね。米印に本音を埋めようと、リプレイス関数を使って、ということで、米印、ここですね。まあ、心の声ですね、ここの部分は。ここでね、ちょっと言い返しておきたいということでしょう。はい。じゃあまずですね、リプレイスをここに打っていきたいと思います。イコール、リプレイスでですね、今から4つ設定していきたいと思います。はい。まず、文字列はと聞かれてるんですけど、これ対象はどこですかというところで、ここが今対象になってるので、を設定します。で、次に開始位置はと聞かれているんですけど、これは置き換えたい文字は何文字目からですかということになっているので、ここはですね、ファインド関数を使いたいと思います。ファインド関数については別の動画で紹介してますので、そちらを参考にしてください。はい、よいしょ。これで、米印が何文字目にあるかというのが出ました。はい。で、次ですね。文字数はと。その開始位置から、何文字までが置き換え対象ですかというんですけど、まあ、米印一つだけなので、ここは開始位置から1文字だけが置換対象です。はい。じゃあ最後、置換文字列はと。これはですね、どんな文字に置き換えたいかということで、まあ、米印をどんな文字で置き換えたいかということになりますね。ここどうしようかな。5年かかったんですね、としておきましょうか。はい。じゃん。はい。だって俺はそれ5年やってきたんだぜ、と。いやー、先輩すごいです。5年かかったんですね、と。心の中で言っておきましょう。はい。では、もう一箇所行きたいと思います。これもですね、もうほぼ同じですね。リプレイス。ここが対象ですと。で、もう一度ファインドですね。ファインドで、ここが、ということで、そこから1文字が対象で、じゃあ、ここどう置き換えるかということなんですけど、なんて聞かれるかな。しかも一人でフォローなしでということでですね。だって後ろに誰もついてきてないですもんね、と言っておきましょうか。はい、よいしょ。はい、しかも一人で周りのフォローなしでってこと。いやー、先輩すごいです。だって後ろに誰もついてきてないですもんね、と言っておきましょう、心の中でですね。はい、ということで、1問目リプレイスのお話終わりでした。はい、じゃあ次、2問目、サブスティチュートを使って、ブーメランをかまそうということで、ここが本題ですね。はい。この、講釈されているところですね。さっきの飲みの席の後、ちょっと調子づいて先輩がちょっとイキってます。ここで。はい。ちょっと見てみましょうか。はい。
周りの人の状況分かってないやつの仕事っぷりってほんとやばい。自分のペース大事にしすぎて周りがそれに合わせてるの気づいてって感じ。自分だけが大事にしてるそのペース、周りはいい迷惑なんだよって。もっと周りの人の状況分かってくると自分一人だけが仕事してるんじゃないって気づけて人間として成長できるんだよなと。まあうるさいですねこれはい。で、今3つのワードをですね色分けしてます。状況、仕事、ペースっていうのですね。この部分をですね他の文字に置き換えてブーメランをかましてやろうと思います。はい。ちょっとその3つの文字をですね、ここで置き換えていきたいと思います。で、最後にここに出したいと思います。はい。では状況という、ここから状況という文字を他の文字に置き換えたいと思います。では早速イコールサブスティチュート。はい。で、ここで、まず文字列はと聞かれてます。これ対象のところはどこですかと聞かれているので、ここを選択します。で、次にどんな文字を探しますかと聞かれているので、状況ですね、状況という文字を探してきてほしいです。はい。じゃあ次にそれをどんな文字に置き換えますかということで、気持ちですね、気持ちにしておきましょうか。気持ちと。はい。で、最後ですね、それ何個目の文字を置き換えるというふうに聞かれてるんですね、最後の部分なんですけど、ここはですね、検索してきた状況という文字の何個目を置き換えますかと。まあ、例えば1と入れると1個目の状況という文字が、違う文字に置き換えられるという感じなんです。ここ全部に全部置き換えたいので、こう省略すると全部という意味になりますので、このまま括弧を閉じます。はい。で、エンターを押すと出ましたね。こっちでは周りの人の状況となってるんですけど、こっちで周りの人の気持ちというふうに置き換わってますね。はい。では同じ要領で、仕事という文字も置き換えていきたいと思います。サブスティチュート、で対象は状況を気持ちというふうに置き換えたところを対象にします。はい。で検索文字列。仕事。はい。で、ここはですね、仕事を何変えようかな。会話ですね。はい。最後どうなるか、楽しみですね。はい。で、最後ですね。最後をペースというところを、書き換えていきたいと思います。サブスティチュート。で、ここを参照しまして。ペース。ペースをですね、何でしょうかな、プライドですね。はい。ということで、今3つですね書き換えました。はい。状況というところがですね、何だったかというと気持ち、仕事という部分を会話と、で、ペースという部分をプライドに書き換えましたということで、じゃあどうなったかなと、ここに全部書いたやつを持っていきましょう。ドンと。はい。ちょっと見てみましょうか。はい。周りの人の気持ちが分かってないやつの会話ぶりってほんとやばい。自分のプライドを大事にしすぎて周りがそれに合わせてるの気づいてって感じ。自分だけが大事にしてるそのプライド、周りはいい迷惑なんだよって。もっと周りの人の気持ちが分かってくると自分一人だけが会話してるんじゃないって気づけて人間として成長できるんだよな、ということで、暗いこのブーメランということで、こんな感じで、リプレイスとサブスティチュートのお話でした。はい。では次実践いきます。はい。では実践ということでですね、形式を揃えようという中身になっております。ここにですね、間膜切りの文字列があります。これをですね、この形式通りに変更していきたいと思います。はい。で、見てみると、一つ目のカンマが
ハイフン、2つ目のカンマがアンダーバーという風になってます。ではまずですね、ここに下書きをしてですね、準備していきたいと思います。ここはですね、文字数の指定よりもカンマという文字列指定した方がいいので、サブスティチュートを使っていきたいと思います。はい、サブスティチュートで文字列はここですね。はい、で検索する文字はカンマで、そいつを何に変えたいかと。で1個目のやつはハイフンですので、はい、で、1個目ですね。うん、ここで、よいしょ、はい、ここで1つ目のカンマがハイフンで置き換わりました。はい、で次に2番目のカンマをですね、ハイフン、アンダーバーに置き換えたいので、サブスティチュートで、置き換え済みのやつですね、1番目のやつ、置き換え済みのやつを選択して、カンマ、で、検索するのは、カンマ。カンマ多いですね、カンマ。で、置換したい文字は何かと。アンダーバーですね。はい。で、何個目ですかと。で、一番目のカンマをハイフンで、置き換えたので、その中でまた次一番目に出てくるカンマをアンダーバーで置き換えたいので、こういう風に指定をして、はい。ということで、ハイフンとアンダーバーで残りがカンマという形になりました。じゃあこれをですね、一つにちょっとまとめましょうか。はい。こう、C14 のところを参照して、このまま入れますね。はい。で、この数式をこちらに貼ります。はい。サブスティチュートしたやつをサブスティチュートするという形になってますね。はい。よいしょよいしょよいしょ。で、こいつを数式貼りすると、はい。一つ目がハイフン、二つ目がアンダーバー、残りカンマという形になりました。はい。ではですね、今回は文字を自動で置き換えてですね、効率化していこうという内容でした。はい。で、学んだことを3つですね、リプレイス関数というのはですね、文字数を指定して置換をします。で、2つ目、サブスティチュートは文字列を指定して置換をします。はい。そして3つ目、偉そうな話は大抵ブーメランですという内容でした。はい。いや、それ自分のことやんっていうパターン結構多いと思います。はい。で、今回扱った資料はですね、概要欄のリンクから飛んだ先に添付とかしてますので、まずは関数に触れてみてください。はい。そしてですね、これってどうしたらいいとか、あれば、コメントをいただければ、動画作りの参考にできるのでありがたいなと思います。それではまた次の動画で。